ってほしい。見て、パンチウサギつけた。見える？今日は劇場だったんですけど、公演だったんですけど、なんとですね、劇場出演回数が400回だったらしいです。すごくない？びっくりしちゃって。こんばんは、おはよう、こんにちは、おはよう、こんばんは。400回でした。4000。あ、猫が祝福に来た。そら、かわいちぎるね。なんかね、すごいよね、冷静に400やで。みんなコメント早いね。TikTok 見てください。 TikTok 載せたので見てください。 TikTok ただいま載せましたので、拡散&コメント&いいね&リンクコピーやろう。たった今載せたので、今日撮ったの。今日最近ちょっと TikTok 頑張ろうと思って。400回おめでとう、ありがとう。今日の MC 全カットになってないか心配。え、別に大丈夫でしょ、そんぐらい大丈夫だよ。それはさすがにカットしてたら、あの DMM の人思春期すぎ。全部しました、早い。今日は暴露大会だったんで。暴露ですけど、暴露したら暴露仕返されたので、もう暴露暴露です。暴露大会だったね今日。しかもなんか400回だからなのか分かんない、たまたまなのか知らんけど、ファンの人多くて今日、私のファンの人の前で堂々と暴露、おもろすぎ。髪の毛本当はね、中心部分にこうあったんだけど、帰ってきて自分でね結んだから横にした。本当はほどいちゃったんだ、公演終わって。可愛いからパンチついてる。あと今日はなんか多分初めて私のサイリウム振ってる人も多かったし、女性で振ってくれてる人も多かったし、すごい、どこ見てもいた、ありがとう。あと35分で確認できる。そうね、 DM 見るの私も結構毎回楽しみなんだ。あのね、今日は新発見というか、まあ、今までも感じてたんだけど、あの紙フレの個別グッズあるの分かります？こういうさ、ちっちゃめのさ、ちっちゃめのさ、めっちゃ透けてるうちはあるじゃん、あれあれあれ、分かりやすいですね、意外にめっちゃ見つけられた、あれいいね。周りに迷惑にならないほどの大きさのやつ、そして私に見つけてもらえる。今日行けなかったの悔しいので、6月はもっと公演入ります。6月も楽しいですね。やっほー、暗いのが見えたよ、見えた、照明によるね、あと曲による。ずっと見つめてたら分かった、分かんない、ただ単に私の目がいいだけかも。って言ってる。はい、ぷいです、こんばんは。ぷいちゃん、ぷいちゃん早くトリミング行こうね、コーチに。今
キュルキュル。ブイさん。ブイちゃん。スティッチみたいじゃない？スティッチ？お花。ストップ。エロ好き。かわいい赤ちゃん。あーやだやだ、あーやだやだ、暴れん坊暴れん坊。鮮魚だ鮮魚すぎ。かわいいでしょうちのぷい。あ、みかん全 TV のみかんの剥き方、今度28かな、公演であって、私それ出るんですけど、楽しみにしててください。昨日までの受付だったのかな、今日か、今日までだっけ、なんか受付だよね。あ、すごいリップ、すごいありがとう、かわいい。応募した？誰やろか、どうだろう。ハート、キャン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 。仕事だから応募してないだって。仕事頑張ってね、頑張ってね。仕事が終わったら私んとこ来てね。イベントあったらすぐ会いに来てね。ハートありがとう。頭よく頑張ったよ今日も。今日やばかった。今日長めに中ちゃん見ちゃった長めに見ちゃったの今日は。ちょっと頑張った。今日さ、リハーサルでさ、首ピキってなって、次は首かと思ったんだけど、ただ釣っただけだったんですぐ治りました。リハでラブリノベーションしてて、ラストサビ踊り終わって、アウトロ踊って、なんかこういう振りがあるのよ、こういう首をさ、こういうやつ。それの時に最後こっち向いた瞬間にピキってなって、もう年を感じるよ。私はもう年を感じてるんだ、二十歳にして。終わってるよ本当に。ちょっともう本当に早く整体行きたい。焦ったね今日は、もうリハーサルから焦った。大変大変。あ、でも本番は全然完璧。え、マジで首吊るのってめっちゃ怖い。私よくなるんだよ、公演中も行ってないだけで結構なったことあって、なんだっけな、なんかの振り返りの時、あ、インスピレーションだ、インスピレーションで、お、なにこれ、パンダ、パンダありがとう、ありがパンダ、タワーじゃね、ありがとう、ありがとう。スクショで、あれ、私何喋ってたっけ忘れちゃった。あ、そう、インスピレーションのその日から君を姿をどこかで探している僕がいたっていう歌割りがあって、その歌割りに入るとき後ろからヒュッて振り返っていくんだけど、振り返った瞬間にピキってなったことある。首釣りがちってか、普通に全身私釣りやすくて、あのね、足の親指自分で釣れる。これ特技にしようかな。あのね、ある形にすると絶対釣るの。なんか飛んでる、ありがとう。足を釣れるんです、勝手に。やらないけどね。実は結構全身釣る。
釣り釣り並みの全身釣り人間。今日ね、あのこの髪の毛ねセットするときに、こうこのさ毛も巻いてあるからさ、こうブロッキングしてさ半分に分けて、こっち巻いてからこっち巻くみたいな感じにするのね、メイクさんが。でこっちの髪の毛を巻いてないときはこうまとめてね、こうやってまとめるわけで、私はこの髪の毛が天竜人にしか見えなくて、とりあえず倉島に送りつけたんですよ。見て、天竜人ヘアって言って、そしたらなんて帰ってきたっけな、こういう感じだったわけ。天竜人にしか見えなくてガチおもろかった。で返しがおもろかったんだ。見て、天竜人って送ったらガチ余すってきたガチ余すって返ってきたの。おもろすぎって言ったら5億で買うえってきたのやばくない？私のこと5億で買ってくれるし、5億で買うえ。で今度私やりたいこと1個あって、倉島とショールームがしたいので、倉島とショールームするときに、あのなんとかばえみたいな全部語尾をそれにして、それ縛りでなんとかえっていう、あのショールームしたいって喋ってたおもろくない？めっちゃやりたいのよそれ。でも同じグループだとコラボ配信ができないわけだから、一緒にやろうよって喋ってる。ゴーグベリー、みんなジャンプショップ行ったことありますか？ワンピースのショップあるんだよ。パッセあるんですよ。パッセにあるんですよ、ワンピースのショップが。そこで買い物すると300ベリーですとか言って言われるの知ってる？めっちゃ面白いよ。1500ベリーになります。円じゃないの、ベリーなの。すごい、そんなところまで世界観。天竜人嫌いだって天竜人か、うん、面白くね天竜人。なんとかえ、今日も公演お疲れ様だえ。パンチウサギてか、なんかあのトーク会、握手会が最近あったじゃん。そこで結構仲良くなった人が多くて、今回でそういう人が今日来てたりとか、あの嬉しいね、なんかファン増えた、嬉しいファン増えた、ちょっと本当に嬉しいの、それが嬉しい。頑張ろう、みんな仲良くしてね。お豆今来た、本当？そう、さっき送った10時54分に送った自撮り、すっぴんだよ、すっぴんの写真送ったんだよ。レアだね。遠征したのかな。そうだよ、幕張メッセでトーク会だったんだよ。6月に名古屋であります。深押しですが、劇場で拝見するたび美しいと思っています。謎の報告、それ毎回報告してよ。今日は初めてS公演見る、友達連れてった、ハマったって。だって、え、誰推しになった？嬉しい、お友達だって、ありがとう。6月行く？おーね、6月何着よう、何も決めてないんだ。で、服買おうと思ってんだけど、何がいいかなと思ってて、どんなのにしよう、なんか可愛いのにする。なんかコスプレしたじゃんこの前、あの紫髪の野村美代だったんですよ。茶髪の野村美代で行きたいんです。
れは星野愛ちゃんの握手会だったから、あの野村美桜の握手会なので、何話せばいいか、自己紹介。あのね、入ってきてまず何々ですって、このショールームの名前を言うんだよ。で、来るたびに言って、そしたらその日に多分覚える。何回来るかによるけど、来る、私に会うたびに言い続けたりすれば覚えられる。 JK 制服着ろって、はい。ここまで出るから制服着るの着ません。かわいい、ドールちゃんのコスプレしようかな。かわいいね、かわいい。多分普通にかわいい服着てくと思うので楽しみにしててください。かわいい、はい、ね、制服、制服か。でも今日も着たよ制服。だってみんなあれじゃん、特会できなくたって S 公園は公園で着るよ、友達とかその辺でグローイングとかね。魂の一枚まとめなしですって、頑張ってね。何喋ろうね、かわいいね。最近メイドさん多いからちょっとお給仕はしないかな。みんなはコスプレが好きなんですか？私服派なんだよね、私割と。コスプレもね、あの私がしたい時にするんだけど、テンション上がるし、私服の方がなんかいつもこうアイドルの野村美桜を見てるみんなはきっと衣装の私を見る機会が多いと思うのね。だからそういう特会の時とかはなんか素な感じで私服の方が私はいいかなと思うんだよね。本当はコスプレもするけど、コスプレはコスプレでいいよね。どっちもいいってことだね。だってあの幕張で私服着た時に初めて私服のみおちゃんに会ったみたいな人いたもん。だから私全然私服着てないんだと思って、私服着ようかなと思って。最近衣装ね、衣装いいよね。衣装は近くで見たいよね、そりゃ。何の衣装が見たい？でも着たことあるやつじゃないとねダメだから。服着てないのがいいです。だってやばスパンパンってこと？困ったな、寒いな、寒いなというかちょっとダメだな須田さんのファスコンで着てたやつ、え、なに？いろいろ着たけど、モナゼさよなら、あー可愛いよね、モナゼさよならって。みんな焦ってる。やらないから、やりかねない人だと思われてる、もしかして。やらないから。あ、ブラックパールゴリゴリやん、ゴリゴリかっこいいじゃん。でもあの衣装かっこいいですよね。みやちゃん今日の公演ひののちゃんとエチエチネタしてたね。だからそう、だから今日の MC が全カットになってるんじゃないかっていうみんなの予想を私は覆す。このあと12時こう動きたい。きっとカットされてないと、すぐきっとカットだって、
キットカットされてないと思いますよ。すごい、キットカットカットカントいかんかったのにカットカンかったから。これなんだっけ、早口言葉か、無意識のキットカット。キットカットされてません、絶対に負けられない。ね、声がおねえになってきた。え、だって今日見てない、生放送で見てない人もいるわけでしょ。ねえ、かわいそうじゃん、見なきゃ。 あれ別に放送されなくても誰かのツイッターの実況で多分載ってるって、載ってた、結構いいね来てた。どんだけお願いしますって、うん、どんだけ、あ、おねえ、おねえみたいな声だからってこと。ね、今日疲れてるからね、喉がね。疲れるとおねえみたいな声になっちゃう。どんだけ。私いつもこれ好きっていう時、あれしてる、これしてる。また来週もこれ好き。これ好きレディオの皆さん、ツイッターをフォローしてくださいね。フォロワー増やしたいので、私多分あのツイッターとかでいろいろリツイートとかしてるので、これ好きレディオのツイッターをフォローしてください、お願いします。まず1000人行きたいね、1000人行きたいんで、みんなフォローしてください、拡散してください。フォロー、だからあれしたいね、あのフォローしたらなんかプレゼントもらえますよみたいな、やったら増えるんじゃない、あのなんか番組で使ったものとかしたいですね。そしたらみんなも嬉しいよね、当たった人は嬉しいよね。そう、フォロー&リツイートでみたいな、あ、すごい、こっちかな、リップ、ありがとう。ステッカーを作るお金がまだこれ好きにはない気がします。マーさんのメガネ、マーさん視力どうかな、あれ伊達じゃないと思うからさ。見えなくなっちゃうよ。みんなメールお待ちしてますね、これ好きのお便り送って。あのね、自分のこれ好きなものとオープニングこれ好き、ぜひ送ってください。オープニングこれ好き、そうだな、何でもいい、これ好き、ネタ思いついたら送ってる。おお、いいね。1000人いったら丸々しますだって。へえ、なんだっけそういうのって、公約っていうの。うおー、お外です。おわっ、ドール2階で物音がしたから、それで泣いてる。メール採用されてないのもみゆちゃん読んでるの、なんかね、読んでるのと読んでないのがあるね、読んでるのと読んでないのがあって、その送られてきたものを送られてきたものをスタッフさんが、ね、どうしたの。めっちゃ泣いとるやん。おーい、大丈夫か？
ほら、すぐ静かになったでしょ。おもちゃです。ちょうだい。あれ、おもちゃは持ってきてよ。ぷいぷい持ってきて、ちょうだい。くれない。ぷいはお座りもお手もできないから、人形持ってきてなんて絶対に無理。あー、また投げ始めたよ。もうおもちゃはもうない、手元に。ほら噛んでる。あー、ちょっと心配。うん、お母さんが今ね、あの上で洗濯物してて、それの音、それの音に反応してる。ペイ、誰、ペイさん、誰、もし、すいませんね、うるさいって人はあの無音にしてください。どうしたの。しばらくは多分泣くと思うんで気にしないでください。どうしたの。泣いておりますか。普通に喋っていきます。喋れないじゃん。私が、私よりも大きい声で泣いてるんだけど、私も泣こうかな。共鳴してみたら収まるかなと思ったんだけど、ちょっと無理でした。ワンワンワン、ワン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 、今日はテンション高いなって、やばいね。うん、プイの真似。ありがとうございます。そうね、公演後は絶対ハイだよね。あこれやってくれないんだよね、このワオーってワオーってやつやってほしいんだけど。さあ、お母さんが2階から降りてこない限り泣く。助けてよ、もう。やばくない？普通に近所迷惑なんだが。止まってないわ。はあ、もう喋れない。私喋れない。あ、ほらお母さん帰ってきた。上からお母さん来て、ほら
お母さんおめずっと泣いてるよ。ショールームです、はい、もう喋れない。そうなのよ、もう、はい、飼い主見てよく泣く、はい、私こんな泣き方しないもん、はい、泣くんだったらなんかもうシクシクって泣くタイプだよ。叫んだりしないから。はい、解決。お母さんが来てくれました。あー面白い。おもちゃで犬たちを手なずけてます。今おもろすぎ。あうるさいな。あーおもろい、おもろい。お母さんしか硬いな、ほんとに。私ママって呼ばないの、お母さんって呼ぶの。お母さんって呼んでって言ってるから、言われたから。何カチャ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 。すごくね。やめて。おもろ。あー面白い、面白いね。最高。みんな TikTok 見ました？今日の本日の TikTok 見ました？今日見てね、見てちゃんとコメントしてから寝るんだよ、よろしくね。あと昨日とかずっと昔の TikTok も見る、見てね、いいねもしてほしい。え、あれだね、すごい、推しの子のさサインは B のいいねめっちゃ多い、最近のに比べたら。嬉しい。ほら、みんないいねしてけろ。フォローしてね。TikTok やってる人フォローしてね。野村美桜で検索だよ。よろしくね。今日は顔面がこのパンダに半分隠れてる。あ、そう、口隠れてる今これ私。口隠れてるこれ。隠れてる。変な口してもバレなくない？あのこれ後々映像倉庫で変な口見えるか。あ、見えてんの？なんだ。あ、パソコンだと普通に見えるんだ。なんだ。うい。うい。うい。あ、ゲストの位置ずらせる。うい。マジ。恥ずかしい。まあいいや。これなんて読むの？高田町？高田町のイベントのやつ行こうと思ったけど学校だった、だって。え、学生なの？学生さんですか？それともその場所が学校？学校じゃないよねあれ。頑張ってね。いくつ今、頑張ったね。こ、顔立ちよ、ごめんなさい。今日の公演は一生忘れない。マジ？何？何が良かった？嬉しい。まあ記念すべき400回ね、楽しかった。その日友達と名古屋行く。お、楽しもうね。あ、そう、今日お花届きました、ありがとうございます。
400回のやつだよね。めっちゃ綺麗だった。ありがとう。最近あれだね、お祝い事多いからお花すごい。ありがとう。いつもチケット発券しなきゃ。してして。あ、でもチケットは取ってないだって。もう取れないんですか。取ってね、みんな。もう終わり、もう終わりだ。みんなありがとう。みんな TikTok 見てね。 TikTok を見るんだ。よろしく。おやすみー。じゃあねー、またねー。おやすみ。400回ありがとう。泣いてる。バイバーイ。みんな今日も大好きだよ。バイバイ。